アルダブラ干渉セイシェル内の位置アルダブラゾウガメ。アルダブラ干渉は、サンゴ礁が隆起してできた、インド洋に浮かぶセイシェルの干渉で、人の手がほとんど入っていない状況の中、アルダブラゾウガメをはじめとする独特の動物渉、植物渉が保たれている地域である。ゾウガメの生息地としては、世界最大級で、15万2000頭が生息している。ゾウガメの他にも青ミガメ、 タイマイなどが生息し、また多くの鳥類も観測される。干渉は、波9度24分、統計46度22分に位置し、セイシェルのザウターアイランズのうちのアルダブラ群島に、含まれている。干渉は、マダガスカルの北端からは、約4 3 0トル北西で、セイシェルの中心島前からは、南西1 1 5 0トルのところにある。また、コモロは、 アルダブラの南西約3 5 0トルにあたる。アルダブラ干渉は、デロッシュ島、ファーカー諸島などとともに、1965年からセイシェルが独立する1976年まで、イギリス領インド洋地域に属していた。アルダブラ干渉は、キリスイマスイ島に次いで陸地面積世界第2位の干渉である。 長さ3 4トル、幅1 4 5キロメートル、海面からの標高は8メートル、陸上の面積155.4平方キロメートル、ラグーンは224平方キロメートルになり、環潮時と満潮時の間には、その約3分の2が乾いている。アルダブラ環礁の地図環礁は4つの島々が円環を形成している。それは左回りにとなる。加えて、 以下に列挙する小さな島々や岩も存在している。アルダブラには1511年にポルトガルの船乗りがヨーロッパ人としての上陸を果たしたが、すでにアラブ人たちには知られており、アルダブラの名も彼らによって付けられたものである。18世紀にはフランス領レユニオンの保護下にあり、ゾウガメを捕獲するための探検隊は、レユニオンを起点としていた。1八百十年には、 モーリシャス、レユニオン、セイシェルなどとともにイギリス領となった。ウエストアイランドの南西の端にあった遺棄されていた施設、ピカールは現在では自然保護スタッフの駐在所となっており、定住者は彼ら以外にいない。現在の島はセイシェル島基金によって管理されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。 ありがとうございます。